日本共産党の佐々木健翔でございます。提案された法案によりますとですね、金融機関への資本注入の資金でありますが、これは預金保険機構が政府保証によって調達し、最終的な損失が出た場合にはですね、国民が税金で負担すると、こういう仕組みになっておりまして、私どもは国民に付けを回すようなやり方には賛成できません。まず総理の認識をお聞きしたいと思います。この資本注入をすればですね、中小企業に貸し出しが増えるかという点ですが、事実を見ますと1996年3月から2008年今年の8月まで12年5ヶ月間でありますが、公的資金による資本注入12兆4千億円行われました。しかしですね、中小企業の貸し出しは84兆円これ減少しているわけであります。でこの事実をどのように受け止めておられるか、そしてどこに原因があったというふうに思われるか、お答えいただきたいと思います。総理です。総理の認識です。総理が今日は総理にお聞きしたいと思います。麻生内閣総理大臣。ご指名をいただきましてありがとうございました。中小企業に対する貸し出しの話を佐々木先生に聞いておられましたけど、これ減少している理由っていうのが一番の問題点だと思っておられるんですが、これはいわゆる中小に限りませんけれども、これ企業の過剰債務体質っていうのが、日本の場合は昔からあるところではありますけれども、そういったものを解消する努力をしないといかんのではないかというのがずっと昔から言われている話ですが、そういった意味で資金需要が低迷しているということはもう間違いない事実として、厳然たる事実としてあると思っております。でこうしたことを背景に年末っていうのがいろいろ10、12で来ますんで、そういった意味で資金繰りに不安を感じるいわゆる中小とか小規模とか零細企業とかいうのがこれ多いことは事実です。中小企業に対するその円滑な金融というのはちょっと大きな企業とまた別にちょっと考えないかんところなんだと思いますが、こういった中で最も重要な役割の一つはやっぱりこういう小規模企業に対する金融支援というのは、これは主に資金繰りの話が大きなところだと思っておりますので、そういった意味では今回いろいろな形で金融の仲介機能などなどは財政当局できちんと発揮を求められているところだと思っておりまして、先月末からでしたが、緊急保証のいわゆる制度の開始などしっかりした資金繰りというものを支援を迅速にやっていきたいと思っております。加えてこの法案ができますと、民間金融機関の資本基盤というものがさらに強化をされるということになろうと思いますので、中小企業に対する金融の仲介機能というものの発揮というものをぜひというようなことを考えているのが率直なところであります。佐々木健翔君。私は実績でですね、96年から今までの間にですね、公的資金が12兆円以上入ったのに、中小企業向け貸し出しが84兆も減ったと。でこれはどこに問題があるのかとお聞きしたんですけれども、どうもあまり鮮明な回答ではなかったように思います。で私はですね、中小企業の経営環境というのは極めてこの間悪くなりまして、倒産や廃業というのはかなり増えました。これは銀行の不良債権処理とも関連しております。で資金需要がそういう形で減ってきているというのはもちろんあります。同時に問題にしなきゃならんのはですね、この銀行の側がですね、この自己の利益だけを追求する形に、変わってきたという問題がある。自分の利益だけを追求する、そういうこの姿勢にですね、非常に問題が、あるのではないかと思っております。つまりこの本来の金融機関というのはですね、相手側の経営が苦しいときに、将来性を見通してですね、そして、リスクを取りながら貸し出していく。でお互いに共存共栄でですね、利益をこの増やしていくと、こういう関係が望ましいわけでありますが、この間の小泉構造改革以来はですね、ともかくこの銀行は利益を上げなきゃならんのだということだけが強調されたように思うんです。でその結果、銀行の姿勢がですね、従来とは随分変わってしまったと、こういうところにやはり問題があるように私は思うんですが、やはりそういう点でこの銀行の貸し出す側の姿勢という問題について、これを正していく、
こういうことも非常に大事じゃないかと思いますが、総理自身はどのようにお考えでしょうか。麻生内閣総理大臣。あの貸し出し姿勢って、ちょっと佐々木先生、ちょっとなかなか難しい表現でしてね、これはご存じのように、まあ、いわゆる金融のビッグバン以来の 話で、日本の場合は過小資本じゃないかとか、いろいろ企業がいっぱい多い割にとか、いろいろずっと言われ続けてきたものと、ものすごく関係 してるんだと思いますけれども、借りて企業の経営内容、状況、経営状況やその特性に応じたリスクテイクをやらないかという、まあ、基本的なところなんですが、円滑な資金供給をしていくというのはすごく大事で、日本の場合は過小資本というのはかなりな分、随分この何年間かで解消されつつはありますけれども、いずれも総じて過小資本が多いと言われております。これはだいぶ世の中が変わってきたんで、少し変わってきてるんですが、したがっていろいろみんな工夫を凝らして各金融機関やっておられるのはもうご存じの通りなんですが、この金融の仲介機能っていうものがこううまく発揮されるようにならないと、なんとなくいろいろ借りる手口が増えておりますんで、その意味でかなり昔とは変わってきて、銀行だけとか言うんじゃなくなってきているのは事実なんでありますんで、少なくとも国の資本参加というものがきちんとできることによって、ある程度そこの内容が安定してきたことによすると、自己資本比率とかいろんな表現がありますけど、そういったものが貸し出しやすくなるということで、金融機関の強化っていうのをある程度測ってやらないと、なかなかこうリスクテイクをやりたがらない、聞こえがよくこうしているわけですけれども、少なくともある程度のリスクテイクをするのが銀行の仕事ですから、そういったところはきちんとそこらのバランスは取っていくというのが大変大事なところだというご指摘なんだと思いますが、全くそう思います。佐々木健翔君。このリスクテイクをなかなか銀行の側は取らない体質に変わってしまったのが私は問題ですね、というふうに思うんです。そこを変えなきゃなというふうに思います。で、次にですね、この大手銀行の税負担の問題についてお聞きしたいんですが、先日10月29日、私は三大メガバンク6銀行の法人税についてお聞きしました。その時、金融庁関東局長はですね、おおむね過去10年間程度は法人税を納税していないケースが多いというふうにお答えになったんです。で、これは若干ファジーなお答えだったので、もうちょっと確認したいんですが、三大メガバンク6銀行すべての銀行がですね、法人税を全く払わなくなったのは、いつからかというふうに、お聞きしましたら、どのようにお答えになりますか。金融庁三国屋監督局長。お答えいたします。三メガグループ6銀行のいずれもが法人税を納税していない期間は平成13年度以降と周知しております。委員長。佐々木健翔君。2001年から2007年の7年間は法人税がこれゼロなんですね。で、その前の3年間、これはまあ法人税払っている銀行若干ありますけれども、7年間は黒字は9兆2400億円出ているのにもかかわらずですね、法人税は1円も払ってない。まあ、驚くべき実態であります。で、これは過去の欠損金を繰り延べて黒字と相殺するという仕組みをですね、作ったためにこんな事態になっているわけですが、まあ、私はこれは事実上公的資金の投入のようなものじゃないかと思うわけです。これはまともに法人税を払えばですね、9兆円以上の利益が上がっているんですから、2兆7000億程度の法人税を払って当たり前でありますが、それが全く払われていない。で、その一方で、国民の負担の方はどうかということで、この総理にお聞きしますが、10月30日の記者会見でですね、3年後に消費税の引き上げをお願いしたいと、まあ、このようにおっしゃいました。これ税率は何パーセントにするおつもりでしょうか。はい、麻生内閣総理大臣。今の段階で税率を何パーセントというのを案を考えて申し上げているわけではありません。
少なくとも今の状況というものを見ました場合においては、少なくとも日本の景気というものは少なくとも全治3年と申し上げたと思いますが、状況としてはかなり厳しいと思っております。世界的に悪くなっている中にあって、日本は相対的に欧米に比べればの話ですけれども、いいと思っておりますが、これがいずれ実体経済に影響が出てくるであろうと思っております。すでにいくつかいろんな現象が 見られますし、日本 のいわゆる二次産業といわれる自動車などなどにもその影響はもうかなり顕著に出始めつつあるという報告も上がっております。従いまして、今の 段階でちょっとどれくらいとも申し上げられませんけれども、少なくとも全治3年という申し上げましたので、かなり厳しいんで、こんなものを3年以上かかるぞと言われたらいろいろされておりますけれども、私はその段階で景気が立て直っても依頼責任にまたやるというのはいかがなものかと思っておりますので、今の段階で何パーセントというのを考えているわけではございません。委員長。佐々木健翔君。総理は中央公論の3月号でですね、消費税を 10% にして基礎年金を全額税負担にしようというタイトルの論文を書かれています。10月31日の記者会見でそれを聞かれまして、そのぐらいのものがいるのじゃないかなと、このようにお答えになりました。これは事実ですね。麻生内閣総理大臣。この時に申し上げた中央公論の3月号においてご指摘による提言を行ったことは間違いない、それ書いてある通りなんですが、公的年金というのが当時いろいろ話題になって、未払いの方が多いとかいろいろ話題が今でもありますけれども、私はこの国民生活に直接関わりますので、そういったものは払わない方がどんどん増えておる、比率がいろいろ数字がありますので、どれが正確か分かりませんけれども、いろいろ払わない人がいるとか未払いの人がいるとかいう話になっておりますので、そういったものでさまざまな選択の一つとしてこう申し上げましたけど、その後読売方式とかスウェーデン方式とかなんかいろいろ随分いろいろな方式というのは出されておりますので、そういった意味ではその問題を勘案して考えればよろしいので、これじゃないからダメだと申し上げているわけではないというのはご理解いただけるところだと存じます。佐々木健翔君。10% というのが、その総理の中央の論文で書かれていますが、今 5% ですから 10% にすると 5% 上がるわけですね。これ 5% でどのくらいの、額になると思いますか。麻生内閣総理大臣。5% に上げたら、あと 5% 上げたらどうにかっていう、大体 1% 2兆5000億とか6000億とか言われておりますので、それでいきますと約そのかけた倍率ということになろうと思いますが。委員長。佐々木健翔君。13兆円程度と、総理自身もこの論文の中でですね、具体的な消費税率を 10% とすれば 5% の増税分で約13兆円の財源ができる、こういうふうに書かれているわけです。でこれはですね、この3年後か、何年後かということを、その時の判断というふうにおっしゃいましたが、10% にするということは大変な負担増なんですよ、国民にとっては。これは1家庭あたりにしますと、1人あたりにして、約10万円ですから、4人家族で40万年間ですね、負担増になるわけです。で、その、実際上、そういうふうになったら、年間40万も余分にですね、払わなきゃならないんですよ。で、これは私は全体として見ると、今回の経済対策の中でこれが総理の口から出されまして、逆にですね、非常にショックを受けて、そんな増税があるのかと。こんな今、経済対策、生活重視とおっしゃってもですね、控えているものがそれであればですよ、なかなかこれ消費する気にならないというふうに思うんです。で、この点総理どのようにお感じですか。麻生内閣総理大臣。税というものと社会保障、そういったようなものの水準というのは、これは給付と負担のバランスというものが常に考えて議論されてしかるべきだと存じます。従いまして、今いろんな意味で年金の話が出てきましたり、医療、介護、保険の話が多く出されております。
社会保障会国民会議におきましてもいろいろ試算が出されましたらもうすでにお手元に届いていると思いますので、そういったことを考えますと今後少子高齢化が今まで通り進んでいくという前提で考えていった場合、いろいろ変わりますので簡単に言えないんですけども、いった場合この社会保障給付という関係の給付というものはこれは大幅にならざるを得ない、傍ら高齢者が増える勤労者が減っていくという数字になりますので、そういった意味でこの年金の形も全額年金税方式とか今のような形とか実にいろんなご意見が出されておりますので、私はこういったものはきちんともっと多くの方々に議論をしていただいて、少なくとも中負担とか中福祉とかいうものとある程度バランスさせないと、小負担のまま中福祉とかいうことはなかなかできない状況になってきているという認識を我々は持たねばならぬのではないか、基本的には私自身はそう思っております。それがスウェーデンのようなこうやたらっていうのかあれがいいのかと言われると、これまた意見の分かれるところだと思いますので、これはいろいろご意見が聞かせていただけるものだと思っております。佐々木健翔君、まあ、総理の発想はですね、私は税制全体を見ると非常に偏ってるんじゃないかと思うんですよ。というのは先ほど言ったようにその銀行に対してはですね、まあ、いわば2兆7000億円の減税ですよ、5年間で。こういうことをやって法人税は銀行はゼロであると。しかもこれ銀行だけじゃありません、全産業の大手企業そういうものを利用できる。しかも法人税の税率はこの間下がってきた、 43.3% だったのが今 30%、 しかも他のいろんな政策減税が行われています。そういうものを過度な私は減税だと思いますよ。一方でそれで言いながら何かこの社会保障の財源は消費税しかない、消費税しかないという、そういう発想自体を私はもっと変える必要があると思います。そうしないと財源というのは出てこない。私はもちろんその社会保障の財源これから必要だし、高齢化社会になれば当然お金がかかる。そのお金をどう生み出すかという点で言うと、今までのような、国民負担だけに全て負わせていくやり方ではなくて、もっと儲かっている大企業大銀行こういうところからですね、きちっと税金を受け取ると、そういう姿勢がないとですね、とてもバランスの取れた政策とは思えない。総理どのようにお考えでしょうか。麻生内閣総理大臣。これは佐々木先生、これは我々 GC 経済やってますんで、統制経済やってるわけじゃ先生方は基本的な考え方は違いますからね、その前提の上で話をさせていただかんと話が込み入っちゃうんで、自由主義経済の前提からいきますと、少なくとも世界中で国際競争をやってる中で我々は生き抜いております。したがって世界中で法人税がとかいう中にあって、日本は今でも法人税率は他の先進諸国の中にあっては高いというのはもうご存じの通りだと思っております。傍らいわゆる付加価値税とか消費税とかいろんな言い方ありますが、ヨーロッパの国々を見ますと大体 10% 後半から 20% 前半ぐらいのところでみんな付加価値税とかいろんな表現の税をやってますが、まあ、間接税をやっとるという状況の中で、我々は国際競争の中で生き抜いていかねばならぬという状況にありますので、今申し上げたように 5% という状況でやるというのができるであろうかというと、今残念ながらそういった状況は難しくなりつつあるというのが基本的な私の考え方の根本にあるということは、もう前からもう何回も議論させていただきましたので、ご存じの通りだと存じます。委員長。佐々木健翔君。私は何も統制経済やれてって言うんじゃないんですよ。国民の負担を軽くしなさいという当たり前のことを言ってるんですよ。大企業に対してあまりにも過大な減税やりすぎたんじゃないですかと。それをもう少し見直したらどうですかっていう普通のことを言ってるんですよ。何が統制経済ですか。大体そのヨーロッパの税率は高いと言いますけどね、ヨーロッパの税率この付加価値税というのはですよ、税率が表面的に高いように見えますけれども、しかし食料品とかそういう生活関連の部分というのは、税金は軽いわけですね、ないわけですよ。だから全体として言えば税率は高いけど税収というのは日本とあまり変わらない状況ですよ。だから何かこの日本だけが低いと
というのはおかしいですね。それから法人税について言いますとね、これは日本は社会保障の負担というのは大企業はほとんどやってないんですから、ヨーロッパ並みに負担すれば日本の方が軽いんですよ、全体として言いますと。そういうことを考えないと、何か消費税しかないとか、その 10% がいいとかですね、そういう議論にだけ集中して、国民負担のことばかり考えるようでは、これは逆統制経済ということになりますから、国民を統制するようなことはあまりやらないでほしい。負担を軽くしてもらいたい。で、内需を拡大しようとしたら、そちらの方を拡大しないとですね、本当に輸出依存、それから投機依存という体質を変えることはできません。内需を拡大しようとしたら、雇用の安定、社会保障の充実、負担の軽減、こういう方向しかないということでありまして、私はもう時間が参りましたので、以上の点を申し上げまして、終わらせていただきます。これにて内閣総理大臣出席のもとの質疑は終了いたしました。これより両案および修正案を一括して討論に入ります。討論の申し出がありますので、順次これを許します。次に佐々木健翔君。佐々木君。金融機能強化法修正案および保険業法改正案に対して反対討論を行います。まず最初に金融機能強化法改正案についてであります。本法案に反対する理由は、第一に貸しぶり対策を理由として公的資金を使い、サブプライム関連商品などへの投機的運用を拡大させ、大きな損失を出してきた金融機関を救済するものだからであります。1996年の重点処理以来、46兆円を超える公的資金を金融機関に投入し、10兆円以上の国民負担を発生させました。公的資金による巨額の資本増強などの銀行甘やかし政策が、金融機関とその業界に安易な依存心を生み、今日のような投機中心の銀行、金融機関を生み出す一因となりました。金融安定化の資金は、金融業界全体の責任と負担で確保すべきであり、そのことによって自己規律を生み出し、また業界内での相互監視機能が働き、最も少ないコストで対処できるのであります。今回の法案によって公的資金投入の仕組みを復活させれば、投機で失敗しても公的資金で救済されるという新たなモラルハザードを生み、さらに深刻な金融危機を招くことにつながりかねません。第二の理由は、本法案による資本注入が銀行の貸しぶり対策となる保証がないことです。過去12年間に 12.4 兆円もの資本注入が行われましたが、銀行業界全体で84兆円も中小企業向け融資が削減され、貸しぶり対策につながりませんでした。さらに法案では、中小企業向け貸し出し残高など、地域経済貢献目標が未達成の場合に、株主責任や経営責任を問う現行の仕組みを削除するなど、目標達成を一層曖昧にするものとなっています。そのため、本法案の資本注入が貸しぶり対策として機能する保証はありません。今求められているのは、貸しぶりや貸し上がりを進めている金融機関の姿勢を正すことであり、中小企業を直接支援することであります。日本共産党が提案してきた地域金融活性化法もその一つであります。信用保証制度の責任共有制度の導入や政府系金融機関の弱体化など、この間政府が行ってきた施策を見直すことこそ必要であります。なお修正案は、従来の経営体制の見直しを経営強化計画の要件に入れたものの、国民負担の仕組みなど根本的な問題は変わっていないので賛成できません。次に保険業法改正案についてです。保険契約者保護制度は、保険会社の破綻時に機構が資金援助等を行うことにより、破綻保険会社の保険契約者等を保護する仕組みであります。本来、その費用は保険業界全体で負担するのが原則であります。責任のない国民に破綻保険会社の損失を無制限に負担させる仕組みを延長する本法案には反対であります。大和生命の破綻を含め、これまでの生命会社破綻の背景には、過度の高リスク金融商品での運用、政府不信による解約増、バブル期の乱脈経営などが指摘されています。こうした経営責任と監督責任を曖昧にしたまま、税金投入する仕組みを残せば、業界と政府のモラルハザードを招くことになるのであります。以上で反対討論を終わります。